おはようございます。舞台美術大道具の寺岡です。前回白熱電球で作ったこたつを改良しました。今回は実際に使いやすいように仕上げていきます。初めてエブリー松陰の動画をご覧になる方は以前の動画からご覧ください。エブリー松陰じゃなくてエブリー松陰ということでやってみようと思います。付け松陰をスライドアウトすると車の中は本来の広さで、車よりはみ出たところが机付きの出窓になるものを作りました。前回白熱電球で作ったこたつを改良しました。今回は実際に使いやすいように仕上げていこうと思います。前回はこたつの中の温度を上がりやすくするために体積を減らす囲いを作りました。囲いの中には白熱電球の遮熱のために石膏ボードで作った箱があります。そしてこの左右のくぼみに膝を入れて使いました。あぐらで座って使ってみましたが、足が窮屈なので電球の箱をもう少し小さくすれば座る形も変えれて楽になりそうなので小さくしようと思います。具体的には手前を斜めに切って少し小さくしようと思います。それからこたつ布団代わりに寝袋を囲いに目玉クリップでつけていましたが、もう少ししっかりした形で寝袋をつけようと思います。まずこの電球が入っている遮熱の箱を小さくするために、この辺りでカットしようと思います。真上の方から見ているところです。カットする位置を出そうと思いますが、先ほどこのぐらいの位置に電球がありました。ここに炭が2つありますが、この場所はこの辺りぐらいで、こういう位置で電球がついていました。これだとこの斜めがこの辺りでしか切れないので、もう少し大きく切りたいので、わずかですけどこちら側に移動してこの辺りで斜めにカットしようと思います。今までこれが 90W でこれが 36W の電球をつけていましたが、こちらの方が側面に近いので、こちらを 36W、 こちら側を 90W の電球に、入れ替えて使おうと思います。そうすれば壁に近くても熱を持ちにくいかなと思います。ここで切るとして45度になるように、差し金の長い方と短い方の寸法を同じにすれば45度になります。2寸と2寸で45度、これでこちらをカットします。今分かりやすいように囲いの中に遮熱の箱を入れてみました。この炭で切るので前の部分がなくなれば、うまくしたら正座でも座れるような気がします。コードがついてると作業がしにくいので、ソケットを一度先に外しておきます。この炭でカットするので下側も同じ位置に炭を出します。これでカットしていきます。裏も一回刃を入れます。これでこちらの3を取っちゃいます。これ木工ボンドをつけたのでちょっと取れないかな。叩いたら取れるかな。あ、取れた、取れました。これで内側からも刃を入れておきます。これで確実にここで割れるはず。裏側も切るけど、これに当たるかな。アルミの遮熱板を先に外しちゃいます。外れました。これでここの場所を石膏ボードカンナできれいに整えておきます。ここの場所を触ると白くなるので、アルミテープを貼っておこうと思います。これで前の角をカットして小口をテープで貼りました。それで電球をつける前にこのアルミの遮熱板を先につけておきます。これを先につけてしまうと当然アルミの遮熱板がつけにくくなるので、電球のソケットとかをつける前につけます。それで距離が近くなったので、この横と天井と下にもつけようと思います。このアルミの遮熱板ですが、前回も作ったのですが、アルミ缶を切って縁が危ないので折り曲げて作りました。薄いので手で折り曲がります。
これでアルミの板をつけていきます。天井と側面と下にアルミの遮熱板がつきました。これでこの位置につけます。でマスキングテープをこれ貼ってありますが、この鉛筆の位置とマスキングのテープを合わせるようにつけます。この方向で止めないとソケットを回してつけるので、もしこういう位置で取り付けてしまうと上側に電球が当たってつけれなくなってしまうので、このソケットを締め付けた時にちょうど横向きになるように合わせてつけようと思います。ここに鉛筆の墨があります。この向きで止めます。最後は怖いので陶器割れてしまうので手で締めます。これでできました。コードもここに付けます。それでこことここに柱を入れようと思います。ここ上から押すとこの箱が壊れたりしそうなのと、この中に足とかが入って火傷とかもしないように入れようと思います。まあこれ前が普通に足とか手が入るので危ないですが、まあ何もないよりはいいかと思うのでこれをつけようと思います。この木のままだと熱を持って危ないと思うのでアルミテープを貼っておきます。これで丸棒をつけていきます。つきました。スイッチを入れます。それで白熱電球のヒーターの部分が小さくなりました。今分かりやすいように電池が逆さまです。これが切り落とした部分だったので、このぐらいなくなれば正座など少し姿勢も変えることができると思います。次は囲いの方を作業します。この側面のところは15ミリのランバーコアで、この中を温めた時に厚みがあるのである程度断熱性というか熱は外に逃げていきにくいと思うのですが、天井の部分これが 2.7 ミリのベニヤなので薄くて熱が外に逃げていっているような気がします。それで天井の部分だけに銀のマットを貼ろうと思います。これは100円ショップで売っている厚みが薄い銀のマットです。両面テープを貼りました。それで端だけ両面テープの裏紙を剥がしてあります。これで銀のマットを置いて位置を合わせていきます。今端だけ両面テープでついています。この位置でいいのでこれでこの裏紙を剥がして全体を貼り付けます。両面テープだけだとこの中が温まって熱でテープが緩くなって剥がれたりするようなことがあると思うので、少し折り返してつけたのでここにステープルで留めておきます。これでカッターで余分なところを切り落とします。この縁をマスキングテープ貼っておきます。マスキングテープが熱で剥がれそうな気がしますが、剥がれたらまたその時考えます。天井に銀のマットが貼れました。これで断熱の効果もあると思います。次はこたつ布団代わりにこの寝袋を使って布団にしていました。それで固定方法が間に合わせで目玉クリップで挟んで留めていました。とりあえずこれで使う分には支障はないのですが、あまり見た目も良くないし、ここに隙間が空きやすいのと強く引っ張ると外れやすいので、もう少ししっかりした留め方にしようと思います。ダブルクリップ、これで留めようと思います。これの方が大きさも小さいのと挟む力も強いので、こちらで留めてみようと思います。試しにダブルクリップを片方につけてみました。ビスで3箇所留めて挟んでいるだけです。これで両サイドで引っ張って横だけで留めるような形でつけてみました。もう片方をこれからつけていきます。止めにくいので横に寝かして置いています。ビスはこの12ミリのトラスビスです。
ここの輪っかのところに両方に留めて固定しようと思います。ダブルクリップがつきました。裏側から見ると左右のダブルクリップで寝袋がついています。左右で引っ張っているのでしっかり固定できました。また隙間もなくなりました。前から見るとこういう感じです。引っ張られているので真ん中も隙間が多分開かないと思います。一応上の2箇所にも小さいダブルクリップをつけて上に隙間ができないようにしました。それでは地袋に入れてみます。高さが15ミリほどしか余裕がなかったので寝袋が少し引っかかりますがちょうど入りました。電球の箱を囲いの奥に入れて白熱電球をつけてみます。こたつが完成しました。あぐらで座ってみます。次は正座をしてみます。電球の箱が小さくなったので正座もできるようになりました。しかし敷居の段差があります。これは今後畳の上に座椅子か何かを置いて段差をなくそうと思います。上から見るとこのような感じです。それから足を伸ばしたいときは地袋の角に寄せると中が広くなります。そうすると足を伸ばして使うこともできます。こたつの細かいところが仕上がって使えるようになりました。あと温度の上がり具合も前回と前々回で実験して気温に左右されますがある程度効果はあったのでとりあえず使い物になりそうで良かったと思います。まあ布団が寝袋の仮のようなもののままですがこたつに関してはこれで一度完成にしようと思います。あとは実際に車中泊とか使いながら問題があるようならまた動画にしたり改良していこうと思います。車中泊も行きたいのですがマンボウが出たり緊急事態宣言も出るとか出ないとか今話し合っているそうなのでしばらく行くことができないかもしれませんが今後の状況によりできたら動画にしたいと思います。今回はこたつを実際に使えるように仕上げる動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。